前節のメンバーを1人変えてきました。ゴールキーパーは辻修吾、最終ラインは今日は左に前の高則、2センターバック小川森下、右のサイドバック木村、中盤は谷本深澤のダブルボランチ、左のワイドに茂木、曽根田、右に曽根田、そしてトップ下に石浦、ワントップに松田力ということになっています。 4-2-3-1 のフォーメーションを予想しています。前節のメンバーは変わっていません。 4-4-2 を予想しています。ゴールキーパー今村雄介、最終ラインは左から奥田雄大、奈良坂匠、宗近慶、川崎一輝、中盤は竹村俊二と江口直のダブルボランチ、左のワイドに吉田、そして右に森優斗、そして赤星海馬と後藤拓磨の2トップを予想しています。 4-4-2 を予想しています。奥田、そして奈良坂、さらには宗近といったライン、中央にいますがファーを狙ってきますが、これは頭でクリア、こぼれたところ、今度は左を使う、ここに川崎、右足で仕掛けに行くか、自ら内側に持っていた、ふわりと浮かせる、さあ中央ヘディングシュート、開始早々先制ゴールはアウェーサルキ、ふわりと浮かせたクロス、ヘディングで押し込みました。先制点はサヌキ。最後に決めたのはこの10番の川崎から、自ら持っていって中央、16番の奥田に合わせたボール、最後赤星ですね、赤星に合わせたボールでした。このボールです、赤星が飛び込んで上を越えての先制ゴール。さあアウェーのサヌキが一歩リード。右のワイドに森優斗、ここまで全試合に出場しています。縦に入れる、シンプルに入れますが、さあこぼれたところ松田力、右足でシュート狙ってきた、こぼれてまだあります、ペナルティエリアの中、茂木左足狙ってきますが、これはしっかりとブロック、川崎がブロックして大きくかき出します。このこぼれたところから振り向きざま松田力のシュートでしたが、これはしっかり今村が見ていました。最終ラインにしっかりとこの時間までプレスをかけています。さあプレスがはまった、後藤自ら運んで左に流して、吉田左足で狙ってきた、さぬき2点目、最後は吉田の左足、首位愛媛を相手にアウェーさぬきが前半23分で2点のリード。ここでクリアしきれなかったところ、しっかりとプレスをかけていました、後藤、そして間を狙ってのこの吉田の見事なダイレクトシュート、前半で2点のリード。どうしてもこの左サイドからなかなか作ることができません。深澤持ち込んで戻す、ターンをもらって深澤縦に入れる、ここから松田力也前に出てきている、シュートに行った、さあ追撃のホーム愛媛、そのゴールはエース松田力也から生まれました。茂木と、そしてこの松田力のホットライン、久々につながったこのゴールでした。さあホーム愛媛が1点差に迫りました。前半です、うまくコントロールして左でねじ込みました。立ち上がり、締めて入っても結果点失点をしているというところ、ここにどう向き合っていくかという話を試合前にしていましたが、ここまでその2点2失点でリードを許しています。さあここで後藤切り返して、吉田もう一度右足でシュートを狙ってくる、辻セーブしてしっかりキャッチ、ここまで3ゴールの茂木、右足で狙ってきた、ゴール左隅、ここは今村がしっかり飛び込みました、いいセーブを最後に見せました。前半終了の笛、直接狙ってきたボール、最後は今村雄介がナイスセーブを見せました。早い段階からスコアが動いたこの北四国決戦、焦らずかわして最前線、後藤を狙ったボールこぼれたところ、さあ再び後藤、ペナルティーエリアの中切り返して右足で狙ってきた、ここは辻がよく防いだ、ニアを打ち抜こうというシーンでしたが、ここは辻よく反応しました。17番後藤拓磨の強烈なシュートでした。
ここでペナルティーエリアの前でボールが跳ねませんでした。ただここで奪って谷本が前を向く、ベンタンカーが左に走っている、中央の松田を経由してヒールで流そうというところですが、これはさぬきボールになります。今度は吉田、ここに木村がついている、中央に赤星がいる、自ら仕掛けて左足狙ってくる、こぼれたところプッシュはできない、うまく小川がかき出しました。そして辻もいいセーブを見せました。後半はボールを握るシーンが増えてきている愛媛です。松田、小川、矢田もいます、前野もいます、ベンダンカンがやや中央、どこを狙うか、中央を狙ってきて小川が飛びますが、こぼれたボール、深澤左へ流して前野、左足切り返して松田力、右足でシュートを狙ってきた。ここでここで決めてみせた松田力、愛媛同点に追いつきました。後半30分、決めたのはエース松田力。こぼれたボール、虎視眈々とエースが狙っていました。松田力は今日2ゴール目で、これで今シーズンのゴールを9ゴールとしています。さあ追いついた愛媛、そして前のここで茂木を使う、ニアにはベンタンカン、中央に深堀がいますが、ここで谷本狙ってきた。谷本がここで決めてみせた。愛媛後半42分、ここで逆転、最後は谷本の右足一閃、距離がありましたが谷本が決めてみせました。今シーズン2ゴール目、リプレイです。茂木、前野と経由して、まあ、中央にベンナンクもいました、ここから狙ってきました。そしてここで長い笛が3つ、先制されても負けない愛媛、この勢いは間違いがない。勝ち点を47に積み上げて首位をひた走ります。これで8月も負けなし。